3月に度重なる不祥事を踏まえ、市民からの回復に向け、市長から訓示をいただきます。よろしくお願いいたします。皆さん、おはようございます。先月30日に、ガス水道局職員が、恐喝未遂の容疑により逮捕されるという極めて残念な事件が発生いたしました。まずもって市民の皆様に心より深くお詫びを申し上げます。この度の逮捕事案は市民の安全安心を守るべき公務員としてあるまじき卑劣な犯罪行為であり、反社会的で許しがたい行為であります。本件については現在ガス水道局において事実関係を調査しているところであり、調査結果がまとまり次第厳正に対処するものと承知をいたしています。本市における職員の不祥事は酒気帯び運転、凶悪容疑による逮捕に続き本年度に入り3件目となります。わずか数ヶ月の間で市職員による不祥事が相次ぎ、こうして皆さんに話をしなければならないことを極めて残念に思います。前代未聞のまさに危機的状況になることを私たち一人一人がしっかりと自覚しなければなりません。またこれらの事件は不祥事の根絶に向け、すべての職員に対し綱紀保持の徹底を再三にわたり厳重に促してきた最中に発生したものであり、大変悔しくまた無念であります。私たちは今本市の将来を見据えて、地方創生や行財政改革の取り組みなど市政の根幹となる政策や施策を市民の皆さんの理解と協力をいただきながら進めています。さらにさまざまな窓口や学校、保育園などの現場で日頃市民と接し、市民のため真摯に働いている多くの職員がいます。市民そして社会全体から市役所の仕事や私たちの存在そのものにお寄せいただいている信頼や期待が大きく損なわれ、すべての職員が公務員としての資質を問われる事態になることを強く懸念をいたしています。お住まいの管理職の皆さんは所属の職員に対し一度失った市民の信頼や信用を取り戻すためには、職員及び組織全体の計り知れない努力と相当の時間が必要となることを常に念頭に置きながら、自らなすべきことを鍛錬そして信念を持って取り組みをしっかりと伝えてください。職員が犯罪行為を犯した場合、本人が刑事、民事、服務上の責任を負うばかりでなく、家庭や職場の上司、同僚など周囲にも大きな影響を及ぼすこととなります。不祥事の代償はあまりに大きいものであることを私たちは強く認識しなければなりません。連続して発生した事案はいずれも公務外の非行であり、職員の中にはそれらは個人の資質に起因するものであることから対応は難しいという見方をする人はいるかもしれません。しかし私はそうとは言えないと思っています。一人の社会人としてまた組織として当たり前のことができておらず、何かが欠落していることがこれらの不祥事の発生を抑止できない大きな要因ではないかと考えています。どのような場合であっても問題の発生に至るには原因、理由が必ず存在します。不祥事も同様であります。その発生に至るまでには様々な予兆が存在しているはずであります。その意味で組織として小さな予兆を見逃さず、未然にその芽を摘み取る努力を積み重ねていくことが必要であると考えています。そのためにはまず職員一人一人の日々の様子や態度に意識を置いてください。
挨拶をしない、遅刻、欠勤、居眠り、無断離席、身だしなみの乱れ、乱暴な言葉遣いなどなど、モラルの低下やルール違反、気の緩みなどを見逃すことなく指導することが肝要であります。また職場全体のあらゆる環境を整え、停滞、よどみのない職場、組織を維持することが不可欠であります。管理監督の怠慢、職員同士の無関心、コミュニケーションの不足などが倫理観や道徳感を低下させ、不祥事を発生しやすい土壌につながっていくものと思います。職員一人一人が高い倫理観を持つことは当然のことでありますけれども、日頃から職場の規律を高まり、モラル違反やルール違反もなくしていくことが不祥事を防止する上で非常に大切であり、そのことが当たり前に行われている職場づくりを進めていくよう指示します。その際、管理職の皆さんは所属職員の鏡であることを十分に自覚してください。皆さんが遅刻やなど時間にルーズであったり、規範意識が乏しいと部下の職員も同じで構わないと思い、気持ちが緩んでしまいます。管理職は率先垂範を旨として自ら実践する姿を職場の職員に示し、共にミッションに取り組んでください。いずれにしてもこれ以上不祥事を発生させないようにするためには、潜在的な原因、背景をしっかりと押さえた上で対策を講じていくことが必要と考えます。ただどのような対策を講じても、職員一人一人が他人事ではなく自分のこととして考え実践していかなくては意味がありません。これまでの不祥事が単に偶然に連続して発生したものと捉えるべきかどうか、その原因や背景がどこにあるのか、どうしたら防ぐことができるのか、ぜひともそれぞれの職場で考え話し合う機会を設け、その中から再発防止やさまざまな改善に向けた自発的な行動、取り組みを見出すよう求めます。地方公務員は全体の奉仕者としての公共の利益のため勤務しなければならず、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはなりません。職員となった時に行った服務の宣誓をぜひぜひ思い出し、極めて改めて肝に銘じてください。公務の内外を問わず、我々は365日、24時間公務員という立場にあることを常に自覚しながら、私生活においても市民から疑いが持たれるような行為は厳に慎んでください。すべての職員は一連の不祥事を他人事ではなく自らのこととして重く受け止め、改めて襟を正し、不祥事を起こさない、不祥事を起こさせない意識を強く持ってください。そして服務規律を徹底すること、市民に対して適切かつ的確なサービスを提供することなど、職員としての原点に今一度立ち返り、より高い倫理観を持って職務に精励してください。職位に関わらず、職員一人一人が市政を支える使命と責任があることを強く意識し、それぞれの立場で資質の向上、働きやすい良好な職場環境、親切丁寧な対応に努めるなど、組織を挙げて不祥事を起こさない、不祥事を起こさせない職場環境づくりを進めるよう求めます。私たちはどこかに気の緩みが、また慢心があったのではないでしょうか。謙虚さや緊張感を欠いた意識や行動はなかったでしょうか。私たちに与えられている仕事と自身の立場は市民との信頼関係を根源としています。そのことをもう一度見つめ直し、自らが市の職員として職を得た時に思い描いた志、覚悟を呼び覚ましながら、一人一人がそれぞれの原点に立ち返り、襟を正すことが今私たちがなすべきことと考えます。最後に、私が
先日読み上げた本の中にあった言葉を少し紹介しながら結びといたします。ハーバード流幸せになる技術という本でありました。その中にはあなたにできる最も利己的なことの一つが他人を助けることである。また心理学者が言っている人間関係とは人類が生き残るための唯一の最も重要な要素である。そして幸せな人々は幸せでない人々より人間関係はいいという心理学上の発見があったそうであります。社会とのつながりに時間や力を注ぐことは幸せになる有力な戦略であるとも言っています。そしてその幸せになる行動規範は2つある。1つは人に親切にすること、2つは人間関係を育てること。この2つだと言っています。どうか我々の職場の中にも他者に対する親切と、そして人間関係を作ってください。そのことがこのような不祥事を防止する大きな力になると私自身は信じます。一日でも早く市民の皆様の信頼を回復することができますよう、職員一丸となって職員邁進するとともに、今後二度とこのような不祥事が発生しないよう最大限の努力を行うことを、それぞれ皆さんお一人お一人に指示し、そして訓示といたします。どうかよろしくお願いします。